金箔が拭いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職、永田幸貴でございます、えー。今日から10月1日、ネクタイをしました。あの、熊門ネクタイですね。これこれですから来年のですね、6月まではですね、この熊門ネクタイを300、あずっとボン、正月もしますね。ボンはないですけどね。お正月も締めて頑張りますので、一つよろしくお願い申し上げます。えー、ちなみにですね、えー、今ですね、 お客様があの数珠を持ってきていただきました、であの数珠ですね、あのうちから1年前に購入いただいたんですよね、であのお金出しますから修理してくださいと、さが取れちゃったんですね、で、うわー、もうお客様、無料で修理いたしますと、もう当店から工程もろてです、ね、もう本当にありがとうございますということで、ですねこれはもう無料クレーム修理という形でいたします、もう本当にもうご迷惑をおかけしました。 あの、もう到底、私はですね。もう仏さんの障害はしておりますのでですね。もうお客様に良心的に対応していきたいと思います。ま1、あ、つこれからもよろしくお願い申し上げます。ここまでですね。この画像を見ていただいてありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運、ご発展、心よりお祈り申し上げます。